触る粒ほどの栗もこうやってお家でも簡単にできる手が老けるのを防ぎ若々しい手を保つためのポイントを3つご紹介したいと思います。二の腕美容チャンネルようこそ。二の腕美容の葛島先生です。いつも私は二の腕の話ばっかりしてるんですけども、本日は二の腕じゃなくて手についてです。今回は手を若返らせる方法をご紹介しますので、ぜひこの動画で若返る手のケアの方法をマスターしていきましょう。結構手ってこの冬の時期に、乾燥とか、あとはささくれができちゃったりとか、あとは手が荒れちゃったりとか、自分の手のケアのサボり具合がすぐにこの手に現れてきますよね。なんと手は第二の顔って言われるほど年齢が現れやすい場所なんです。結構年齢を重ねていくとお肌のたるみだったり、あとはシワだったりくすみだったりを感じている方多いと思うんですけど、実は人の手を見ればこの人は何歳ぐらいの人なのかなって想像できちゃうんです。そしてある調査では約 70% の人が相手の手を見ることで、あ、この人老けてるなって感じてしまうそうです。人前でつい手を隠してしまうとか、手の血管が目立つとか気になるとか、手のシワが気になってきたとか、どれか一つでも当てはまる場合は手のケアを開始することをお勧めいたします。今回の動画ではお家でも簡単にできる手が老けるのを防ぎ若々しい手を保つためのポイントを3つご紹介したいと思います。そして動画の最後では手のケアをする上でのワンポイントアドバイスを行っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。私のチャンネルでは今後も有益な情報を医師の目線で発信していきますので、まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこのタイミングでチャンネル登録と、そしていいねボタンをポチッと押して応援お願いいたします。顔の老化のサインはメイクである程度カバーできたとしても、手は目につきやすい上になかなかカバーできない場所ですよね。せっかくフェイスケアやメイクを頑張っているのにハンドケアを怠ったせいで実際の年齢より上に見えてしまったら損ですよね。そしてなんと手肌は顔の皮膚に比べて新陳代謝のスピードが遅いんで、一度シワやシミといった老化のサインが現れるとなかなか元に戻すのが難しくなります。なので若々しさを保つためにもしっかりとしたハンドケアを行っていく必要があります。それでは早速若々しい手を保つためのポイントを3つご紹介したいと思います。まず1つ目としては、手が濡れたらしっかりと水分を拭き取りましょう。皆さん手を洗った後しっかりと手を拭くことできていますでしょうか？手を洗った後にこうやってシャシャッと水を切るだけになったりしてませんか？私は昔から結構サッカーをやっていたので、手が汚れたりして手を洗った後にこうやってシャシャッと水を切るのに慣れていて、結構周りの人には迷惑をかけてしまうタイプでした。このシャシャッとすることで手の水分が蒸発するときに手の肌の水分まで奪われてしまって手の乾燥を加速させてしまうんです。手が乾燥することによってそこがシワになって年齢が上に見られてしまいます。手を拭くときはハンカチとかを使って手の間ですね、手の隙間までしっかりと拭き取るようにしましょう。めちゃくちゃめんどくさいと思うんですけども、この一手間が実は一番手の老化を防いでくれるポイントなんです。二つ目としては、手の紫外線対策も忘れずに行いましょう。紫外線対策として顔にはしっかりと日焼け止めを塗ってる方ってたくさんいると思います。実は紫外線を10分とか15分本当に短い時間だけ浴びるだけでも日焼けってしてしまうんです。顔には夏の紫外線が強い時期だけじゃなくて冬の時期も含めて一年中日焼け止めを塗っていても、手はうっかり油断して日焼け止めを塗ってない人って多いのではないでしょうか。紫外線は皮膚のメラニン色素を増やして皮膚の水分を奪って手肌のシミやシワの原因になります。可能であるならば一年中手には日焼け止めを塗ることをお勧めいたします。夏はなんとか手に日焼け止めを塗ったとしても冬は何かと忘れがちです。特に冬の時期は乾燥もしますので、保湿効果もあって紫外線カット効果のあるハンドクリームをぜひ塗りましょう。3つ目ですけども、洗剤を使うときはゴム手袋をつけましょう。皆さん食器を洗うときにゴム手袋はつけてますでしょうか？食器用洗剤や家庭用洗剤に含まれる界面活性剤っていう成分は手荒れの原因の一つになります。どんなに手に優しいですって商品に書かれていたとしても手荒れの原因にはなりますので、必ず手袋をして食器を洗うようにしましょう。ゴム手袋をつけるときにある工夫をすることで食器を洗っている時間が手のケア時間に変わります。食器を洗うときにあらかじめ手にハンドクリームを塗っておいて、その上からゴム手袋をするとパック効果で保湿成分が浸透しやすくなり、一石二鳥で効果抜群です。
若々しい手を保つためのお家でもできるポイントを3つご紹介しましたが、最後にハンドクリームの効果を引き出す基本的な塗り方をご紹介していきたいと思います。手の乾燥が気になったら、本当にこまめにハンドクリームを塗っている方って多いと思うんですけど、意外と本当に手の隅々までハンドクリームを塗れてる人って少ないと思います。ハンドクリームの効果は最大限に引き出す基本的な塗り方をこの機会にぜひマスターしておきましょう。ハンドクリームをチューブから出して手の甲につけて、そのままこの両手の甲をこうやって擦り合わせるように伸ばしていませんか？この塗り方は手がベタつくのが嫌なのでついついやってしまいがちな塗り方なんですけど、これではクリームを手肌全体に十分に行き渡らせることができないんです。今からおすすめのクリームの塗り方をお伝えしますので、ぜひ一緒にやってみてください。今回はですね、こちらのニベアの、ハンドクリームを使っていきたいと思います。まずですね、手の甲じゃなくて手のひらに、パール粒ほどの、クリームをこうやって手に取ります。その次に両手でこのクリームをこうやって擦り合わせることによってクリームを温めるんですね。温めることでクリームの伸びが良くなります。片手でもう片方の手の甲をこうやって優しく手で押してクリームをなじませていきます。この時なんですけども、体温をしっかりと利用してしっかりと振動させていきます。反対も同じようにやっていきます。次にですね、両手の指をこうやって組んで、こうやって上下にこうやってすり合わせることによって指の間までしっかりと伸ばすことができます。そして最後にですね、もう乾燥しやすいこの指先とかこの爪周りまでこうやってしっかりとこうやって揉み込むようにしてクリームを浸透させていきます。でこの時のポイントなんですけども、指先を軽くつまんでピッて離すんですね。指先を軽くつまんでピッて、こうするとマッサージの効果で指先の血流の流れが促進されます。皆さんいかがでしたでしょうか？日常生活では少しでも手をいたわるように意識して、水に触れた後や寝る前はハンドクリームでしっかりとケアをするように心がければ実年齢よりも若々しいツルツルの手をキープできるはずです。ハンドクリームは安いものから高いものまでいろんな種類があるんですけど、あまり塗るのに慣れてない人はとにかく安いものでもいいので保湿と日焼け対策を徹底して行ってください。そして最後にお待ちかねのワンポイントアドバイスです。毎日ハンドクリームを塗ってから寝てください。手のクリームは基本的には乾燥を感じた時に塗るのが理想的なんですけど、寝る前に10秒だけ時間を作ってぜひハンドクリームを塗ってから寝てください。寝る前のちょっとしたケアが若々しく、そしてツルツルの手を手に入れる秘訣になります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。